こちらがですね、今当店で一番人気の出ている福袋となっていまして、まあ、あの袋からして、まあ結構今の時期ぴったりな緑、まあ、クリスマスカラーとなっています。そしてまあ裏もこんな感じの、まあ、同じ無地、まあ、今最近無地流行ってる感じなので、まあ、それも取り入れた感じで、まあ、底辺が結構底辺がある感じのやつになってます。テンションもぎもぎ古い。変わったよね。あ、そうだよ。忘れちゃったんですけど、こんな風にあの久しぶりにももかちゃんとコラボしております。久しぶりです。久しぶりでございます。今日うちだけカラフルなんだけど。どうぞ、ね、いつもさ逆にさ黒い系の感じなんです、ね、今回はなんか一人私もよく着ます。いいですね、落ち着いていいです。2022年皆様いかがお過ごしでしょうか。2022年初のコラボももかちゃんでございます、うん、去年もそうだったよね、うん、うちも去年の一発目は書き初めだったそうだよね、うん、ということで皆さん福袋って買われましたか。私はもう買います。お、決まってないんですけど、うん、アウトレットとかに行って買いたいなって思ってる。いいね、うん、あ、アウトレットだったわ。確かに私もお洋服欲しいなと思ってて、うん、いい、普通に買おうと思ったら、そうだ、アウトレットがあるわ。アウトレット結構行くね、うち。そうだよね、うん、めっちゃいいね。超いい。アディダス缶買うんで。アディダス缶もいいかな。ちょっとアディ缶結構ね、なんか決まってるし。あ、そうだよね。あんま面白みがないからね。確かに、私もアウトレット行きたいわ。うんうん。ということで、まあそんなね、福袋の季節なんですけれども、本日は、私たち大好きなダイソー福袋。はい、ないので。あ、ないですね。が、勝手に作っちゃったよーのコーナーでございます。今回ももか店長が選ぶ2022ダイソー福袋、私たちがデビューをします。あ、選んできましたよ、はい、店長のおすすめが入っている福袋どうですか。ええ、だいぶおすすめ、まあ、若者に人気の商品だったりだと、まあ、いろんなものを取り入れて結構楽しんでいただけるんじゃないかなって思ってます。福袋って去年に流行ったものを入れるんですか。ええ、ああ、ええ、まあ、新商品などはあまり入れてないですね。なので、あ、そうなんですね。ちゃんと昔というか、まあ、結構古き世代から愛されている商品というものをまあ取り入れさせていただいてます。福袋って、まあ、売り残りとかのイメージが結構ある方も多いと思うんですけども、うん、違います。あ、そうです、違うんです。売れ残りとかじゃないので。あ、そうなんですね。ちゃんと売ってる、厳選して、はい、あ、ありがたい。そんな福袋、私たちがデビューしていきます、はい。こちらも私見せちゃうんですけど、袋からもプロデュースしてるんですね。ああ、そうなんですね。オープニングでクリスマスっておっしゃってたんですけど、うんうん、まあこれ実際撮ってるの2021年ですけど、クリスマスも終わってますし、どうしてクリスマスを押したんですか、このお正月に。まあこれは理由がありまして、はい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 、まあまあ言うて1ヶ月前みたいな。ね、まあ、理由がクリスマスでもあるし、なんと、うんうん、お正月といえば何ですか。松の木。というわけで、まあ、松の木のカラーともなってるわけです。なので、まあ、お正月っぽくしたかったらこの上に餅をこうペチョってこべりつけてみたりだとか、赤いなんかちょっと装飾品をつけてみたりしても、うんうん、逆に赤にしたらクリスマスじゃない、うん、どっちも対応できる。お正月っていう、ね、そうですね。あ、すごい。これほのぼの店長編もあるんですけど、福袋の中は10点という数の中でやらせてもらっております。なんで、あの200円商品も1点としてカウントしております、はい、10個でございますね。で、値段なんですけど、この福袋いくらなんですか。まあ中身ちょっと見ないでください。5-6万。おー、ダイソーで。ダイソー、ダイソーでもその詰める人によって愛の量大事になってくると思うんですよね。あ、そうなんですね、はい、なので、どれくらい元取れるんですか。あ、この中身、中身の値段だと、まあ、ちょっと割に合わないかもしれないですけど、でも愛、詰め込んだ愛的に言うと全然もう逆にこっちの方が上。ああ、こっちの方が上、安いもんです。あ、本当ですか。ええ、一点もんですもんね。ええ、ね、そうです、そうです、一つだけの福袋、かぶりはしません。そうですね、皆さんもぜひ作ってみてください。作ったんじゃないです。ももかちゃんのダイソー福袋を見ていきましょう。はい、二人でじゃあランダムで引いてもらう感じでいいですかね、はいはい。ちょまちょまちょまちなさい。何か一言言いなさい。行きまーす。違う違う、失礼します。コンコン、失礼します。じゃん、こちらはですね、何ですか。これ何ですか。値段まで書いてくれてるんですね。男女兼用って書いてる。中式妖怪堂。中式じゃなくて、あ、中式、そう、どっちでも読めます。
中敷き用カイロ8時間耐久だって。これはどっちかというとほのちゃんに使ってほしいやつで、うんうん、学校行ってますよね。今学校ってすごい上履き寒いと思うんですよ。超冬とかってもうつま先の先まですごい冷えちゃってなのでこれを上履きの下に引くことによってすごい暖かいんですね、うんうんうん、なのでこちらぜひ使っていただきたいというわけで、うんうん、これは使用したことがあるっていう。ないですでも1個なんか持っててこれとは違うやつなんだけど、それが熱すぎて火傷するほどになっちゃう。マジ？それはもう二度と使わないんだけどこの100均のバージョンはまたちょっと違うのかなってお手段のやつですねでもこれめっちゃいいと思う。うーん、ではどうぞ。私いきます。見ないでください。はい、前を見て、前を見て、まあ、楽しいですねこれ成長だけでやるちょっともう一回なんだこれ。はい、いきます。ちょっとこれこれあれですよね。え、かわいい。かわいいじゃないですか。これ、あ、いつだ。これちなみに対象年齢とかあるんですか。対象年齢は3歳以上です。福袋の対象、あ、どういう層でも18禁これ18禁だ。なんでのりちゃんだけで、これ私とお揃いで店長とお揃い、水色バージョン。これ何これって言わないの。あ、すごい。これね、なんとね、猫じゃらしみたいな。違いますよ。あ、そういうことか。そうなんです。下を取ってみて。すごい。どうしてこれ言えたんですか。これ夢ってあると思うんですよね。あ、ちゃ夢って何なんて言うの。 M ですか。人を守ることです。まあみんなそうだと思うんですけどそのために必要なものって何ですか。武器なんか変な人とか来たらこれを目で、目をこれ倒せます。目だったんだ。目をうん、で倒せますのでなんかあったら二人で行くよって言ってこうやってこうやって行く感じこれはこれは100円商品ですか。ええ、いいですね。ピンクと青でリトミックドリームリボン、可愛いですよね。可愛いです。こうやってボトルあるじゃん。あ、やってないです怖い。あじゃあ次、じゃん、オープン1めっちゃ好きなやつ、カラーチカバルーンカラー好きなんです。え、何色がいいの。わかりやすい、緑とかにしようよ。緑いいね。やってみてください。これさ、成功する人いいのかなって思う。それもまたいい開くかどうかな。これ3本あるよ、3人でやろうよ。これ緑、結構緑じゃない。めっちゃ色濃いです。赤も結構濃いね。みたいめっちゃ鼻水みつキモレビューが風の人の鼻水やんそれ治りかけ、モロ引いてる時じゃない緑って治りかけ黄色だよ詳しいおぉ、あ、広げたらあんま見たじゃないね。全然色がないね。ちょっと汚れてるみたいな見えます。これ下手くそなんだよね。吸ったよこれ吸ってみ、めっちゃ苦い。いや、すごいくそ店長、店長じゃなくて、船長がいいんだよ。いや、なんでだよ。桃、桃風にしてみました。いいじゃないですか、いいじゃないですか。桃風にしてみましたうわサランラップだよね、サランラップだ。近場ルーンでした。近場ルーンでした。これは、どうして入れたんですか。18歳の子でも子供心を思い出してほしくて、うん、ああそうなんですね。まだありますか。最後にじゃあこの福袋は何点だったかとか。ああそうですね、レビューしますわこれ。ああこれをつけて、まあ、TikTok をしてほしい。ああ TikTok ですね。店長さん TikTok やってるんですか。え、まだやってないです。あ、やってないんですか。これからは福袋チャンネルでやるすごい、これ嬉しいしてますよね。上になんか白いこう毛がちょっと生えてるんですね。そうなんです。どうですか、カルちゃんみたいに可愛いと思います。あ、可愛い。もえもえキュン、ありがとうございます。なんで綺麗なんですか。なんで TikTok を撮るんですか。あ、そうなんです私聞いてましたよ
ちょっと近がるね、うるさいね。横ですげえ膨らませてるガチ勢がいる。やば、うまいね、作るの。でしょ、近がる。ラブランスじゃん。いや、おっぱいやないかい。なんてね、そういうことじゃないよ。いやー、でも怖いかな。やばい、これ。次行きます。あー、自販チキンだから、ちゃんとそれに対応した。テストはこの顔つき。いやー、これさ、ももかちゃんの記憶じゃない。違う違う、これほのちゃんが鬼滅の刃すごい好きだったから鬼滅の刃カーで誰かと間違えてるよ。え、でもいい、うちはそれ好きだから。甘口だし。ちょっと先生、シール入ってんだよ。よかったね。誰推しなの。パンジロー。お前にわかやん。次、開けようだよ。次じゃないんだよ、シールを紹介する。今日開けたら賞味期限守らないといけなくない。大丈夫、すぐ食べりゃいい。しかもそんなカレーのルールの中に会えるわけじゃないからね。せーの、バン。欲しい。欲しい。いいよ、いいよ、あげる。え、煉獄さん、え、すごいよ、煉獄さんっていいよ。いいよ、あげるよ、君。いらない、いらない、いらない。じゃあ、いらないよ、いらない。いらない、いらない。え、すごい嬉しい。近まるんでね、お好き。作りました。すごい。これでできるの、腹くそ。でもこちらの煉獄さんのシールが結構お値段にで、ランダムで分かんないのに、え、これも入れました。せーの、バン。欲しい。欲しい。いいよ、いいよ、あげる。え、煉獄さん、え、すごいよ、煉獄さんっていいよ。あ、自分で、はい、そうなんですね。これに関しても、これで、まあ、これで、まあ、4万3万ぐらいですね。はい。では、すいません、お願いします。見ないでください。これがいい。じゃあ仮面ライダー宇宙持ってるよ。色合わせたみたいな感じ。え、色合わせさせて、あ、させてるんだ。あ、これもデザインがさせて、そうなんで、なんかちょっとヴィンテージ、ヴィンテージって感じで、わざと、わざと、あざと色合わせ仮面ライダーみたいな、色合わせてる系ライダーなんですよ。え、これはなぜ入れたんですか。子供心を、子供心くすぐりますね。薬物とかに染まってほしくないなっていう気持ちを込めて。わかりますよね、この気持ち。はい。じゃん、なんかかわいい。タオルです。めっちゃかわいい。それいいですよね。顔をちゃんと見せてください。ライオンみたいになってるんですよ。キキラーかわいいですよ。これ200円商品なの。ほんとだ。あれに似てない、あのさ、食べっ子動物のさ、なんかいい格好されてるね。まあでもこれ濡れちゃう。というわけでこちら、めっちゃ嬉しい、ありがとう。はい、手を拭いてほしいという。いつも手拭かない人みたいな言い方して。いつもびちょびちょなんで。いや、びちょびちょじゃない。拭いてほしい。なにこれ。これかわいい。クレジットカード風のお年玉入れみたいな。そうめっちゃいい。なんかだから、お年玉欲しいなって思ったら、その人にこの袋渡して、かわいい、めっちゃいい、めっちゃかわいいよね。それブラックのこのカードとゴールドのカードがあったんだけど、そうですよね。こっちにした。でもう一個ビザ、社長はクレジットカード、店員さんは店長、船長。なんで操縦してんの。船長さんはクレジットカード持ってるんですか。え、ま、何枚。ブラックを2枚とゴールドを3枚とイエローをイエロー2枚。イエロー2枚で退場ということで、ありがとうございます。これ2個。じゃん、危ない、これだ。顔が伝説の武器、バスボールです。バスボールはめっちゃ好きだからな。好き。伝説の武器が入ってるんですよ。まあ、武器っていうのはこれと同じ感じで、目の報酬で目が、はいはい。武器好きですか。はい。なぜバスボムを入れたんですか、このタイミングで。まあ、子供心。全部そうです。ちなみにラスト1個になるんですけど、今回一応そのコンセプトみたいなのあるんですか。まあ、子供心を、あ、そうですよね、くすぶるっていうか、まあその18歳ってまあ結構大人になっちゃうみたいな感じで、結構薬物に染まったりする年だと思うんですよ。別の薬物の就職駅の警察20時みたいな。やっぱ薬物やめろっていう、薬物やめろ。そんな意味を込めて作った。ラストはちょっとね、あの、ほのちゃんだよね。ほのちゃんに向けてなんですよ。一応今回ほのちゃんに福袋渡すみたいな感じで作っていただきました。私もももかちゃんに福袋渡すみたいな感じで作って、
で、のんちゃんもね、やったんだけど、のんちゃんはうちとももかちゃん2でそうです、2人分作りました。この中にサプライズも入ってます。あ、そうなんですか。じゃあどうぞ。じゃーん、クラミちゃんのポーチです。かわいいでしょ。かわいい。これ持ってなかったっけ。持ってる。これクマクロってかぶるの。そう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 、お姉ちゃんが使ってくれる。で、まだサプライズがある中には何が入ってる、何が入ってる。え、オレンジの近わるえ、のんちゃん、よかったじゃん。ほら、ありがとう。ありがとう、嬉しい。オレンジの近わる。まあ、本当はこっちがメインなんです。こっちはサブ。何個あってもこっちはいいね。ということで、福袋何枚でしたっけ。ちゃんと言うと58,200円。あー、58,200円の福袋を買いました。皆さんからしたら何点ですかね。100点満点中。YouTuber なんて。ああ100点ポイント。じゃあ、まだズバポイントみたいな。まだズバポイント。じゃあ、なんちゃんから何言えー。なんちゃんからいきます。 Today's ももか福袋ポイント。あ、そうさ、あすからエクソゲームみたいなさ、が始まる。そうです。じゃあ、100で。トデイズモモカズフクロアイズバイバーイ。英語かなかったら日本語でいい。ワンハンドレッド。ワンハンドレッドっていう単語しか知らないんでしょ。ワンハンドレッド25オーバーしてまあ、こちら100点の商品というわけで、概要欄にこちらの詳細も貼ってありますので、ぜひそちらからチェックしていただけたら嬉しいです。あの、その船長ですっけ。はい、船長のチャンネル。船長の、はい、福袋ドキドキチャンネル。福袋ドキドキチャンネル。福袋ドキドキチャンネル概要欄に。あ、お願いします。ありがとうございます。ぜひチャンネル登録お願いします。はい、ということで、今回はその桃花船長の福袋の開封をしたんですけれども、ほのぼのの福袋と私の福袋とありますので、近々ね、動画をアップされますので楽しみにしてください。ちなみにラストなんですけど、うん、一番気合が入った福袋の商品はどれでしたか。うん、やっぱりこれの、実はここに。じゃあ、モノマネいきまーす。もしもーし、富岡さん、大丈夫ですか。ということで、近々ですね、ダイソーの福袋、まだあと2個買いますので、楽しみにしてください。近るんだ。ももかちゃんの方でもですね、あ、違う、船長の方でもたくさんですね。福袋キラキラちゃん。福袋キラキラチャンネルさんともたくさんコラボしてますので、概要欄リンクありますと思います。ありがとうございます。見てみてください。それではまた次回のアロンバグルをしましょう。キャバイバイ。バイじゃん。レッツ福袋オープンレッツゴー to heaven in the morning paradise in my land of Georgia。低くなり響く音透明。